次に目指すのはワンダーの樹海の木のマナストーンですね。まずはランプバナの森にあるエルフの国ディオールを探しましょう。もうすぐ精霊が全員揃うのよね。お母様より先にマナの剣を手に入れて認めてもらうんだから。この植物は月夜草ね。私の力でなんとかできそうですよ。
ここ
まったので回復アイテムを買い足しませんか。敵よ、敵をつけて、そこです。受けられません。あっけなかったわね。みんな、行こうよ。冗談閉じ込みの技です。やらせよ。このそこ、ギュッ、やらせ、貫く、そこです。せっ、ギュッ、せっ、せっ、せっ、ギュッ、そこ、ギュッ、やらせ、やらせ、そこ、調子、せっ、そこ、調子、せっ、ギュッ、せっ、まずいわね。これでまだまだよ。しっかりするでちゅ。せっ、よくかどけ。どれだ、ゆっ、シャルロット、そこで強くなりすぎちゃったでち。
シャルロット、シャルロットではないか。あんた誰？そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られていった頃はまだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。あんたさんが妖精王でちか。しかしなぜシャルロットがこんなところに。光の司祭殿の身に何かが起こったのか。あの司祭殿がシャルロットがこんなところまで来るのを許すとは思えないが。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。なんと、お前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。光の司祭様は生徒を守る結界を張られた時に禁断の古代呪法をお使いになり、呪文にかけられた呪いによって不治の病にかかり倒れられたそうです。そうだったのか。司祭殿とは二度と関わり合いになることはないと思っていたが、リロイとシェーラがあの世で導いているのかもしれん。パパとママが？そうだよ、シャルロット。リロイとシェーラはずっとそのことで悲しんでいた。エルフと人間の恋は禁断の恋。互いに命を縮めるためわしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃが、リロイとシェーラは命よりも大切なものがあるとこのディオールの村に駆け落ちして結婚しよった。実に幸せそうな彼らを見てわしは説得を諦めたのじゃ。それからしばらくしてリロイもシェーラもシャルロットが生まれるとすぐに他界した。しかし彼らは決して後悔はしていなかったよ。光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった。自分を責め、償いにシャルロットを大事に育てることを誓い、この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないようこのディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。しばらくそっとしておいてやろう。司祭殿の不治の病、マナが少なくなってしまった今、おそらくこのわしにもどうすることもできん。やはりマナの剣を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。妖精王様、フェアリーさんと私たちは聖域への扉を開くため各地の精霊たちを探しています。木のマナストーンの近くへはどう行けばいいでしょう。ランプバナの森の北西にマナの女神像があるはずじゃ。そこで月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプバナは自ら道を開くであろう。シャルロット！シャルロットかっちょ悪いでち、おじいちゃんやヒースに笑われちゃいまち。マナの剣早く見つけてヒースやおじいちゃんを助けなきゃいけないんだよね。シャルロット、それまでもう泣かないよ。さあ早く精霊を見つけに行こう。シャルロットはもう平気だよ。妖精王のおじいちゃんもいろいろありがとう。シャルロット、大きくなったな。頑張るんだよ。
いらっしゃい。さあ、どんどん見てってね。貼っておいて損はないです。いい仕事してるでち。いい買い物したわ。また来てください。いらっしゃいませ。さあ、どんどん見てってね。買っておいて損は。大事にするわね。ワクワクでち。買っておいて損は。買っておいて損はない。これ欲しかったんです。また来てください。いらっしゃいませ。シャルロットのご両親、子供の成長を見たかったでしょうね。さあ、気を取り直してマナの女神像を目指しましょう。こんなもの。そこです。よし。
に立てるよう頑張ります。これが妖精王様が言っていた女神様の像ね。これは珍しい植物ね。でもとってもいい香り。この辺りなのね。わかった、やってみるね。これでいいわね。お土産にこのお花一輪いただいていっていいかしら。とってもいい香りなんですもの。気に入っちゃった。仕方ないわ、行くわよ。本気で行きます。風よ、しっかりつながって。そこ、これよし、せっかよし、そこです。これでそこです。これが修行の成果です。邪魔なやつが出てきたでちゅ。そこと遭遇しないでしょう。これで、
ほらほらこっちだち。それで、行きましょう。Yeah!
ドリアードだよ。あ、私助かったのですね。ギルダーバインの触手に捕まって飲み込まれてしまい、力を奪われ続けていたのです。だから普通の植物がこんなに巨大化したのね。ありがとうございました。こんな私のためにご迷惑をおかけして、すいません、すいません。いいのよ、気にしなくて。さあ、私たちの力を貸して。めっそうもない。私はすっかり力を吸い取られてしまい、もう何も残っていません。私なんか何のお役にも立てず、きっと皆さんの足手まといになるだけです。ドリアードさんは木の精霊でしょ。マナの力を一番秘めているはず。決して足手まといなんかにはならないはずです。現にほら、あんなお化け植物に長年飲み込まれていたのにピンピンしているじゃないですか。さあ、私たちと一緒に行きましょう。そうでしょうか。一緒に行きましょう。私たちにはあなたが必要なのよ。こんな惨めな私に皆さんありがとうございます。私にできることは何でもさせていただきます。ついに八精霊が揃いましたね。早速ブースカブーで忘却の島に渡りましょう。マナが減り続けてるからもう時間があまりないよ。これが最後のチャンスかも。忘却の島には何が。忘却の島は各地のマナストーンのエネルギー流が一箇所で交わるマナエネルギーの中心地。昔マナストーンをコントロールする古代魔法が封印された時、あの島のことも人々の記憶から忘れ去られてしまったの。でも今でも中心地であることに変わりはない。私が聖域から最後の力を振り絞って最初にこっちの世界に出現したのもあの島の上空だったの。よし、急ぎましょう。